ツヤっぽい仕上がりになる気がしたのでこっちを持ってきました。このヘラのクッション自体結構マット目に仕上がるイメージなので内側をこうしっとりさせておきたいっていうのがあってちょっとツヤ肌っぽい仕上がりのものばかりをスキンケアで使っています。毛穴と皮脂が気になるところだけあります。スポンジに最後にフィックスさせるミストで一旦全体を抑えます。ここだけつけてこの三角ゾーンですね、私の場合特に頬の毛穴とかが気になるのでコンシーラーでカバーします。ブラッククッション新作の方ですね。前のものは私使ったことないのでちょっと比較はできないんですけども、ズレが気になるこの口周りと鼻はなるべく薄付きでつけるようにしています。やっぱりブラックヘッドとかも正直ムーンショットぐらい完璧にカバーはできないんですけども、これなら気にならないかな程度です。でもねすごいねこうやって全体的に鏡で見ると本当にカバー力は優れているのだと思います。やっぱりマット肌っぽい感じなんですけども、下地だったりスキンケアはツヤ肌の仕上がりになるものを使っている分ちょっとしっとりして見えますね。なのでそこはお好みに合わせて